なーにほうけてるのさ。男は確かに人間未満のクソさね。だけど三枝がそう考えてるのも頭がおかしいってあんたが言ったじゃないか。それいいの？いいんだよね、これがさ。だってあんた、あの箱に関わったじゃないか。あ、箱は、ちゃんとわからない場所に。ああ、そういうことじゃなくてだよ。うちの家の元々の役目さね。今じゃこんなになっちまったけどさ、ほら七原島には箱があるじゃない。うん。何かの拍子でそれが流出して女を殺し尽くすことにでもなってごらんよ。島の血が全部絶えてしまうだろ。だからもしそんなことになっても一定数の女を残せるようにわざわざ女を優位にして固めて集めた家を用意したってわけさ。それが長い年月が流れていくうちにこうなって今じゃあれをうちが管理しよってんだから笑っちゃうさね。そのくせ凛花のやつが女も信用ならないってんでギャーギャー騒ぎ出して、しまいには和井と組んで男ばっかり増やして調子に乗ってるんだから。時代の流れってって言えばそうなんだろうけど。いや、ダメだね。どうにも笑えちまってしょうがないよ。お母さん、それ続くと思う？わかんないけど、たくさんの男が家畜以下のクソ同然に扱われてるのは気持ちがいい。これからとか目をつぶってもいいんじゃないかね。さ、ヨタ話もこの辺にしとこうか。やることは済ませてあるんだから、あんたが焦ってもどうにもならないよ。さっさと寝て、明日に備えな。はい。
わかっていると思うが、抵抗はしないでもらいたい。どうする？どうもしないが。状況は理解してるか？だいたい平気。九郎さんが一倉の屋敷を焼いて、京子さんが生きてた証拠を残したりしたのは、気づかせて大事なものを守らせるため。だから三枝家でも特に守られてる私があれの場所を知ってるって考えた。違う？いや、合ってる。やった。案外しっかりしてるんだな。頭の中までぼんやりしてると思ってたが、違うらしい。そう思われても仕方ない。考えがまとまるまで待ちたいところだが。なるべく早くしてくれると助かる。いいよ、あげる。というわけで素直に従ってくれた。京子さん、久しぶり。はい、お久しぶりです。もっとも私とあなたは話す機会もあまりなかったですが。姉さんたちが邪魔だったしね。
なぜここまで連れてきたのですか？物騒。それくらいしかあなたの利用価値はありませんからね。私とクロウさんの共同作業、一緒に子作りをするんです。ですよね、クロウさん。そうだ。しかし、京子。はい。そう思ってもらえるのが俺も嬉しい。だが今はそれよりも先にやるべきことがあるだろう。はい、わきまえます。今のところ人の気配はない。ここも外から見れば影になっているし、夜ともなればなおさら見通しは効かない。大丈夫だと思うが気をつけてくれ。私だけで取りに行ってもいいけど。冗談か。さすがにそこまでお前を信用していない。箱の隠し場所には俺も同行する。うん。夜が明けるまでには戻る。それまで辛抱してくれ。はい、お気をつけて。走っていいぞ。うん、わかった。ここか。そう。これが目印だとしてもよくわかったな。うん、迷わないようにいくつも記してある。そうか。ずいぶん巧妙な隠し方だ。別に私が用意したわけじゃない。他の奴らにも知られているのか？もともと八坂が用意したお墓だから。クロウさんは知らなく。
の形悪いこと言った。いいか、正直に答えろ。ここは八坂伊予の墓か。そうです。なぜ知っている？八坂の奴らが三枝にたどらせるはずがない。後をつけたんじゃなくて、伊予さんから死んだらここって聞いて。いつの話だ？クロさんと京子さんの話が出る一年くらい前。